さあ、水墨画の楽しいお時間がやってまいりました。皆さん、こんにちは。水墨絵師の松木墨前です。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日もですね、皆さんと一緒にレベチな水墨画表現を目指して、上達に向けて水墨画楽しく描いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のお題目は、菊。菊を描いていきたいと思います。はい。ただ私がちょっと書きたかった というだけで、はい、菊になりました。お付き合いいただいて最後までご視聴いただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。では、紙、マシ使っていきます。お筆は作用筆です。で、墨は化繊の水墨、墨液タイプ、海明さんの使っていきますね。はい。で、菊をね、何度か過去動画にアップしてるんですが、今回はちょっとごめんなさい、私の書きたいままに 書かさせてくださいなんて 本編に入る前に告知させていただきたいことがあります。4月の12日金曜日、四国愛媛のですね、水墨画教室が急遽開催することになりました。今お席ね、余裕がありまして、受付できておりますので、受付中でございますので、はい、ご興味おありの方はお問い合わせいただきたいと思います。詳細につきましては、お返事させていただいて、そのコメントでですね、詳細お話しさせていただきます。初心者様向けのもので、基礎基本しっかりさせていただいて、四君子の梅、今回挑戦していきたいと思っております。以前ね、お申し込みいただいてご参加した方も、今回梅ですのでね、ぜひご参加いただいて、四君子竹梅と制覇していただきたいと思っております。はい。で、また夏にも予定しておりまして、四君子順繰りですね、順次制覇していきたいと思いますので、ご興味おありの方は今回、そして、夏、そして秋も予定しておりますので、ご計画に入れていただいて、ご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではですね、 はい、やっていきましょうか。 三墨法ですね。ちょっと集中して熱心に書いてみたいと思います。はい。じゃあ、菊書いていきますね。言葉数少ないかもわかんないけど ごめんなさい こういうなんか衝動ないですかね。もう黙々と書きたい時 自分の、技とかを確認しつつ書きたい時ってないですか？今日はそんな気分でして、皆さんにお付き合いいただければと思います。なんか今すごい音がしたな。大丈夫かな？初心者向けと言いつつ、なんか最近思うのは、結構な中級レベルをね、最近 書いてるななんて思っちゃって。どうでしょう。そう、以前のね、1個前の動画でもちょっと告知させてもらったんですが、
新しく公式チャンネルをちょっと考えていて、そっちの方はもうドンピシャに中級、上級レベルのをやっていきたいなと思ってます。はい。なので、ご興味おありの方は楽しみにしていただけたらと思います。なんか無言で 書いちゃってますが、皆さん。ここの中心のね、このボリュームと合わせが大切かなと思います。王冠チックな感じでね、作っとくと。グッとね、締まった感じになりますもんね。そう、その中級レベルの。チャンネルですが、結構思考も凝らして、今までとね、違った感じでしようと考えてます。いやー、楽しいね。やっぱ書いてると楽しいですね。
で、葉っぱ入れちゃいましょう。何時かな。はい、で葉脈入れましょう。葉脈はもう葉っぱからはみ出ちゃってもいいので粗く痩せ的にいきましょうか。切れちゃいます。
はい、これでどうでしょう。ちょっと白抜き入れまして、はい、完成です。ちょっと思いのままに 菊を、はい、菊を思いのままに描きたくなったので、ちょっと今日は私の独断と偏見で 描きたいものを描いてみました。はい、菊の出来上がりです。白黒斑点ちょっとやってみました。はい、どうかな、皆さんもよかったらご参考にしてみてください。はい、真似してみようかなと思った方、いいねボタン どうぞよろしくお願いいたします。そうするとね、他のおすすめ動画みたいなのに上がるみたいなので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。はい、ということで、応援してもいいなと思ってくださった方、チャンネル登録もそろそろよろしくお願いいたします。はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。皆様の水墨画応援してます。頑張って。